ゲームやパソコンは間違えた時でも、ボタン一つで簡単にもう一度やり直すことができる。もしも私たちの現実も簡単にやり直すことができるとしたら、あなたはやり直したいと思うことがあるだろうか。あるいはやり直したいと思うことなどないだろうか。私たちは人生の決断をするとき、選ばなかった道の将来を知ることはない。たとえそれが自分の予期せぬことだったとしても、それは憶測でしかないのだ。現実。乾杯。金曜日の夜22時、僕らはいつもの居酒屋で冷えたビールを片手に、一週間の労をねぎらっていた。いやー、この時間が一番幸せだな。ビールを一気に半分ほど飲み干した慎太郎は、幸せそうな笑顔で枝豆に手を伸ばした。僕と慎太郎は会社の同期だった。偶然にも面接で同じだった慎太郎の誘いで、面接の後に飲みに行ったのが、僕らの始まりだ。正直、その日、僕は面接の感触が最悪だった。それに比べて、慎太郎の受け答えは完璧だった。そんなライバルと飲みに行くなんてと思っていた。僕の気持ちなんか無視するように、慎太郎は無理やり連れて行ったのだ。まさか二人とも受かるなんて、一番驚いたのは、僕自身だった。今では、一番気の知れる同期という関係になっていた。そして気がつけば、僕らが入社して、丸三年が経とうとしていた。なあ、ゆうすけはこの先のこと考えてるのか。注文していた、串盛りが、目の前のテーブルに置かれた。この先、ああ。まさか、いつまでも今の会社にいるってことないだろ。慎太郎は、店員にビールのおかわりを注文すると、手元にあるビールを飲み干した。いや、そんなこと考えたことなかったな。今の会社に入って、僕は安心していた。とりあえず就職はできたということに、その先のことなんて考えたことがなかった。そうか、俺はそろそろ次に行きたいなと考えてて、さまだ具体的なことは決めてないんだけどな。今の会社って人はいいんだけど、結局年功序列だしさ、もっといろいろやってみたいと思ってるんだよね。慎太郎の言う通り、僕らの会社は未だに年功序列の風潮が強かった。僕らのような20代が上に行くためにはまず会社の仕組みから変える必要があった。目を輝かせながら話す慎太郎の姿に、僕はなんだか寂しい気持ちになった。不思議なバー。僕らはいつものように居酒屋の後、バーで一杯飲み別れた。家までの道のりはタクシーで10分ほどだった。いつもならすぐにタクシーを捕まえるところだが、この日はなんとなく歩きたい気分だった。慎太郎と働く時間はそれほど長くないのだろうなと、僕はしみじみ考えていた。僕自身はどうなんだ。自分に自問自答していた。実は僕は今の会社の他にもう一社内定をもらっていた。まだできたばかりの会社で、いわゆるベンチャー企業だった。給料も不安定と聞かされていた。そんなことから僕は今の会社を選んだのだ。毎月決まった給料だけは欲しい。ただそれだけだった。それもあってか、僕は別に誰かの上に立ちたいとか、そういった願望は全くなかった。ただ給料はもっと欲しいと思うくらいだ。慎太郎は営業成績もトップクラスだ。きっと慎太郎ならどこに行ってもやっていけるだろう。それに比べて僕は中の下、一体何の取り柄があるのか僕にもわからなかった。いろいろなことを考えているうちに、僕の酔いはとっくに冷めていた。ふと先に一軒のバーが目に入った。明日も休みだし、なんとなく飲みたい気分だ。僕はそのバーに立ち寄った。中に入ると席は5席ほどのカウンターのみの場所に、お客は女性が一人いただけだった。こんな店が自分の家に近くにあったなんて僕は全く知らなかった。僕は席に着くとジントニックを注文した。人生のやり直し。僕の他にいるもう一人の女性はずっと店員と話していた。狭い店内だ。話している内容もなんとなく聞こえてくる。話の内容からするに、その女性は去年彼氏のプロポーズを断ったらしく、今になって後悔しているのだとか。どうやら相手の人は今年別の女性と結婚が決まったらしい。その時は仕事が大事だったとか言っている話を聞きながら、僕はつくづく女性は勝手な生き物だなと思った。そんな落ち込む女性に向かって店員が言った一言が僕を驚愕させた。やり直しますか。なんてデリカシーのないことを言う店員なんだ。そんなこと言ったら余計に惨めになるだけじゃないか。この後僕は自分の耳を疑うこととなった。人生は一度だけ、やり直すことができます。もちろんそれを使う人も使わない人もいます。もしもそんなに後悔されているのであれば、一度だけやり直すことができますよ。女性は黙ってうなずいた。すると店員が一杯のドリンクを持ってきた。一体あの二人の間で何のやり取りが行われているのか不思議だった。女性は常連なのか、強い酒でも飲めってことなのか。横目で見ている僕の頭は疑問だらけだった。女性は黙ってお酒を飲み干した。特に何も変わったことはない。やっぱり何かのお酒だったのかな。そう思っていた時だった。カランカラン、一人の若い男性が入ってきた。その男性は店内を見渡し、笑顔でその女性の元に駆け寄っていった。
遅くなってごめん。そう言うと、二人は手をつないで店を出て行った。僕は、その女性の薬指に、指輪が光っているのを見逃さなかった。目の前で起こった不思議な光景に、僕は言葉を失っていた。人生は一度だけなら、やり直すことができるんですよ。呆然としていた僕の前に先ほど、女性とやり取りをしていた店員の人が立っていた。へえ。僕はどう反応したら良いのかもわからず、足早にその店を後にした。一体、さっきのは何だったんだ。そう思いながら、家に向かった。誘い。いつもと変わらない月曜日がやってきた。月曜日はいつもお得意様に回るのが日課になっている。僕らの会社は企業用のプリンターを販売していて、その点検等も仕事の一つだった。僕が回っている会社の一つから新しいプリンターを検討している話をいただいた。ただ検討しているのはうちの会社の商品ではないもの、要はうちの顧客ではなくなるということだ。なんとか止めようと僕も必死に頭を下げた。ただその担当者の意思は変わらなかった。そのことは上司にもこっぴどく叱られた。お昼の時間、僕はベランダで一服していた。毎日同じことをして頭を下げて、自分は何をしているんだろうか。青く広がる空を見ながらそんなことを考えていた。もしもあの時別の会社を選んでいたら、もっと楽しい仕事ができていたのかもしれない。そう思うと、この会社を選んだことが正しかったのか不安になるところだ。もう一つの会社はベンチャー企業だからこそ、もっといろいろなことをやらせてもらえただろうし、毎日が同じことの繰り返しじゃなかったかもしれない。まあそんなこと今となってはわからないことなのだけれど、2本目のタバコに火をつけた時だった。ベランダに慎太郎がやってきた。よう。僕は慎太郎にライターを差し出した。慎太郎は手で会釈をして、それを受け取った。なあ祐介、俺と一緒に起業しない？慎太郎のその一言で僕の人生は一変した。後悔。時間はあっという間だった。慎太郎からの誘いに僕は迷った結果乗ることにした。ちょうど僕も仕事に嫌気がさしていたし、何よりもっと良い仕事があるのであればそっちをしたいというのが本音だった。慎太郎と僕は退職届を提出すると急ピッチで始めた。これが本当に大変だった。毎日夜遅くまでの仕事は当たり前だったし、給料なんかあるはずもなかった。僕はこれまでの貯金をどんどん切り崩していた。このまま続けて本当にうまくいくのだろうか。僕はそんなことばかり考えていた。そんな僕の気持ちとは裏腹に、慎太郎は常に前向きだった。うまくいく保証なんかないのに、いつも自信に満ち溢れていた。それが余計僕には複雑だった。結果、僕らの事業は軌道に乗らないまま終止符を打つこととなった。慎太郎と僕の手元には借金だけが残った。いやー、どんまいだな。じゃ頑張るよ。後処理をしながら、慎太郎はまだそんなことを言っていた。それが僕にとっては腹立たしいこと以外の何者でもなかった。慎太郎に乗っかるんじゃなかったよ。こんなことになるならあのままあの会社にいた方が良かったよ。僕はそれまでの感情が爆発してしまっていた。慎太郎は黙って僕の目を見ていた。祐介が自分で選んだことだろ。慎太郎のその一言に僕は余計に苛立ちを隠せず、その場を飛び出した。あの時慎太郎の誘いに乗りさえしなければ、僕は今こんなことにならなかったんだ。ただその後悔だけが僕を支配していた。我に返った時、僕はあのバーの目の前に立っていた。そういえばあの日以来ここに立ち寄ることはなかった。昔経験した不思議な光景がフラッシュバックされる。人生は一度だけやり直せる。もし本当にそうなのだとしたら、僕は半信半疑でそのバーに足を踏み入れた。やり直し。僕は席に着くと生ビールを注文した。今日は店内には他に客が誰もいなかった。店に入ったはいいが、一体どうしたらよいのかさっぱりわからなかった。僕は黙ってビールを飲み始めた。そもそも現実的に考えたらありえない話だった。今日はどうされたんですか？黙々とビールを飲む僕に店員さんが話しかけてきた。あの時女性に話しかけていた店員さんだ。僕は自分の今の状況を話した。友人の誘いに乗って起業したこと、結果それが失敗して後悔をしていること。店員さんは黙って聞いていた。すべてを話し終えた時、店員さんは一杯のお酒を僕に差し出した。やり直しますか？あの女性に出していたお酒と同じものだった。人生は一度だけやり直すことができます。ただやり直したからといってうまくいくとは限りません。それはあなた次第です。これは一体何ですか？店員さんは黙って微笑むだけで、それ以上は何も答えてくれなかった。現実に考えて、そんな魔法みたいな話があるはずがない。ただ今の僕には何でもいいから、今の状況をどうにかしたかった。半信半疑のまま僕はそのお酒を飲み干した。だが特に何も変わらない。結局騙されたのか。そう思い僕はその店を後にした。少しでも期待した自分に嫌気がさした。違う道。月曜日、僕はもう会社に行くこともなければ仕事さえない。ただ今までの習慣のせいか、朝7時には目が覚める。一体これからどうしたらいいのだろうか。家の中でぼーっとテレビを見ていた。その時僕の電話が鳴った。相手を見ると前の会社の上司だ。仕事を辞めて以来連絡なんて取ったことがなかったのに、何事かと僕は不思議に思った。もしもし、柏木か。お前なんでまだ来てないんだ。
体調でも悪いか？え？何のことを言っているのか、僕にはさっぱりわからなかった。お前、さては寝坊だな。急いで準備してこい。元上司はそう言うと、一方的に電話を切った。何が起きているのかと、僕が携帯に目を落とすとありえないものを目にした。2011年12月1日、僕の記憶でいくと、今は2013年のはずだ。その時、僕はあのバーのことを思い出した。一度だけやり直せる。まさかそう思いながら、僕は確認するかのように、前の会社に出社した。出社して早々、僕は元上司にこっぴどく叱られた。ただ、やはり僕の席が、そこにはあった。僕は戻ってきたのだ。お昼になり、僕はベランダで一服していた。そこにやってきたのは、慎太郎だった。よう、僕は複雑な心境のまま、慎太郎にライターを貸した。なあ、ゆうすけ、俺と一緒に起業しない？今日はあの日だったのか。僕の運命を変えた日。僕は心臓がバクバクいっていた。いや、俺はやめとくよ。もう少しここでやりたいし。僕は動揺を隠すようにして、慎太郎にそう返事をした。そうか。まあ、お前の人生だしな。俺はやってみるよ。嬉しそうに笑う慎太郎に、僕はうまくいかないと言いたくなった。ただ、それを言えるような雰囲気でもなかった。その後、慎太郎は会社を辞めて、僕らの関係も疎遠になっていった。未来。それから数年が経った。僕は相変わらず同じ会社で働いていた。給料も上がっていなければ、環境も変わっていない。僕はもう完全に仕事に熱はなくなっていた。僕はいつまでこの環境にいるのだろうか。毎日そんなことばかり考えていた。その日は会社の飲み会があり、いつもより遅い帰宅となった。家に向かう途中、ふとあのバーのことを思い出した。あれ以来一度も行っていなかった。なんとなく今日は行きたい気持ちだった。僕はタクシーで家に着いたが、そのままあのバーに向かってもらった。店に入ると相変わらず人はいない。僕は生ビールを注文した。やり直してよかったですか？僕に向かって洗い物をしながら、店員が話しかけてきた。ええ、まあ、あの時に比べたら、全然マシです。それは僕の素直な本音だった。ただ、楽しいかというと、話は別だった。慎太郎と笑いながらやっていた時の方が、何倍も楽しかったから、カランカラン。僕は、人が入ってきた入り口の方に目をやった。すると、そこには慎太郎が立っていた。あれ？ゆうすけ、慎太郎と会うのは、慎太郎が会社を辞めて以来だった。なんとなく、僕からも連絡をしづらかったのだ。久しぶりじゃねえか。元気だったか？相変わらずの慎太郎は、僕の横に座ると、生ビールを注文した。ゆうすけは、まだあの会社にいるのか？慎太郎は、ビールを片手に、乾杯のポーズをとっていた。ああ、僕はそう言うと、慎太郎のグラスに、自分の持っていたグラスを合わせた。そうか。いや、懐かしいな。慎太郎は今何してるんだ？僕は気になっていた。事業に失敗した後、慎太郎がどうなったのか？俺、実はあの後起業した事業が、うまくいってない。来年には海外に行く予定なんだ。予想外の返答に僕は驚きを隠せなかった。事業うまくいったのか。ああ。あの後な、偶然同じようなことを考えている人に出会って、今その人と一緒にやってるんだ。なんかうまいこと、トントン拍子に進んでさ。その後の慎太郎の話は、僕の耳に全く入っていなかった。とにかく、今の事実を受け入れられなくなっていた。そんな僕のことなど、気にすることなく、約束があると言って、慎太郎は店を後にした。慎太郎は昔以上に、キラキラと輝いていた。人生はやり直したからと言って、未来がどうなるかはわかりません。僕は、手元のビールグラスを見つめていた。どちらを選ぶかではなく、選んだ道で、自分がどうするかが一番大切ですよ。後書き。人生の中で選択をしなければいけない時は何度もあるだろう。ただ、その時に忘れてはいけないのは、どちらを選ぶかではなく、選んだ道で自分が何をするかということだ。後悔している人の大半は、自分ではなく、周りのせいにしていないだろうか。周りのせいにしている間は、きっと違う道を選んだところで、未来は変わらない。大切なことは、その環境を受け入れて、自分ができる精一杯のことをすることではないだろうか、と私は思う。